古式山は秋田県由利本城市と山形県間室川町にまたがる山である。東北百名山に選ばれている。山形県のカブ山県立自然公園内にある。古式山は秋田と山形県境にまたがる定額山地の東端部に位置している。江戸時代に矢島藩、本城藩、亀田藩の各藩が交通の要衝としていた矢島街道。 古式峠のすぐ南方に位置している。古式峠は各藩主が参勤交代の檻に往来していた。山域全体が急峻な岩場を抱いた二つの岩峰の男古式、女古式からなっている。遼山の鞍部は古式コルと言われていて、この古式、これを通じて遼山に登ることができる。 男古式山頂には二等三角点があり標高は981.3メートル東南面の谷は峻険なスラブ状の岩壁を成しておりその先に男古式のシンボルであるエボシ岩が立っている女古式山頂は標高974メートルで男古式の方がやや標高が高いともに周囲の展望は極めて良好である古式とは米を蒸す 清家のことで山の形から名付けられたと考えられる。また男古式にはシンボルとなるエボシュガンがあり、女古式にはジョイのごとき赤名があり、男女の名の根拠となっている。赤名は現在は樹木に覆われ、見えなくなっている。女古式のふもとにある名イカ沼。ありがとうございます。